Thank you.
Thank you.
Of fucking course.
部の合宿として泊まり込みで夜中調べたりしてたんだけど、クラブといっても私一人しかいないんですけどね。あの日の放課後、真っ白の空間に取り込まれて、それっきり分かんなく、迷惑かけてたんだ。調べてる間に深みにはまってこんなことに。私、子供の頃からいろんな場所で佇んでいる霊を見ることがあったの。霊たちは話しかけてくるんだけど、できなかった。でもそのうち分かったの。その場所で佇んでいるような霊は、人を呪うとか脅かすためにいるのではなく、悩みを抱えているの。悲しみや誰かに対しての恨み、誰かに知ってもらいたくて、苦しみを伝えようとして、解決できるまでいつまでもそこに。だから私、何とかしてあげたくて。でもダメだった。この学校の霊たちの悲しみは大きすぎた。自分自身を抑えられないまでに。かわいそう。調べていくうちに、私の力ではどうしようもないことが分かったの。意識がなくなった時、メモもどこかに行っちゃった。
かりました。よろしくお願いします。